おすげえなと思って、いろいろ考えてるんだけど、考えてるんですけど、まあ、存在しなきゃならねえからねうん。まあ、つくづく。うーん、そうだね。もういい加減ね。ものすごく頑張ってんだよ。事前事業とか、だから、 ものすごく頑張ってんで、ね、コロナのこととかね。でも全部社会貢献で原発とか、原発でも原発だよ。社会とか世の中のこと。すげえ考えて動いて、ね、結局こうなってるからね。で、でその、利益ができない。っていうのは、いい加減ね。いい加減自分の利益を出したいんですよね。いい加減自分の成果を出したい。自分、自分の成果っていうのは、やっぱ金じゃん、金じゃん。やっぱそれは。自分の、 仕事した分の、マージンじゃん。バックマージンを得たい。いか加減、それはしたいですね。いか加させてもらわないときついなって感じがすごくしておりますね。本当に金に縁がない、自分で稼ぐことに縁がない人生なんです、結局。送ってきてるから。そこをしなきゃいけない、ちゃんとしなきゃいけないなと思って。れてやりますよ。 ものすごく難しい言ってきた通りだからね。1から10、20、30、100万っていう、100、100万、100万みたいなそしてみんな、みんな可能性あるという態度も取りたい。死なずにやっていくっていう可能性はみんなあるよって取りたいからね。俺は。ブッダでもイエス様でも何でもない。あの、もうムハンマドでもない、何でも。 ただ俺は人間としてそれを解くんですよ。俺神様でも何でもないですよ。ないですよ。安倍高い人人間としてこういう風うな人生を送ってきた人間が解く態度をしようと思ってるし、本当苦労苦労で。い <laughs> きなりだよ。信じらんない。で、一番納得する形で入っていきたいなと思う。すごいよね。うん、あの、 だから、とにかくね、金に縁がない人生を送ってきちゃうっていうか、金稼がなきゃいけない。しかし、スルイスルイと、やっぱ自分のやり方で、本当に稼いでいって、その時にやっぱトランプ、ドナルド・トランプなんですね、マドマーズ・アイ先生なんですね、やっぱ影響を受けてきてるから、やっぱそうなんですね。でもいいんです。非課金正金でいいんです。もうだかく全部含めて自分自身を押し出すって傲慢さを出せばいい。こういうことです。 ただ俺はそれやっていくだけです。それで、まだから、そうですよ。そうですよトランプとか、まとまず愛先生とか、自分のね、影響を受けてきた人たちの、こう、ことをうっと影響を受けて、ひっくるめて自分を出せばいい。つるつる出せばいい。単純なものです。それやっていけばいいもん。ただ、長くかかっちゃったけど。とても自分をね、肯定できてないよね、そういう意味ではね。 傷つきすぎたからなんだけど大。大丈夫か大丈夫か傷つきすぎた。傷ついたのはいい。傷つくのはいいんだよ。傷つきすぎたんだよ。ずっと引きずってんだよね。ずたずたに。俺は。そこも込み込みでやっていくんだろうけど。やっていくんだろうけどね。ずっとですよ。 大丈夫かしらうん。大丈夫かしらね。まあでもとにかく、あのー、いるけどいない。だから俺なんて、いてるけどいないみたいな。いるけどいるみたいな。いないけどいるみたいな。そういうところがやっぱある。さすがこう詩人だ。旅人だよね。さすが旅人って感じで。いるけどいない。いないけどいるみたいな感じなんですよ。俺は。というのは、 そんじょすかなんでも人じゃないですよ、こんな、こんな人間。だから、あの、最近、めぐみんさん、めぐみんさんもその、やっぱ、植木等とだなと思うと、昔から思ってたんですよ、あの人のこと。似てるでしょ、顔が似てるでしょ、あと。あの人で植木等とみたいなところが、植木等となんだよね。そら、動画あげようか、動画あげるの恥ずかしいんだよね、ちょっとね。 どうかあげようかなと思うけどね。頑張ってあげようかな。ブリって、中津みたいなあげようかなと思うけど。うん。だからメグウィン植木一施設みたいなあげ,あげようかなって、語りたいなと思って、そういうのやろうかなと思って。頑張って、もう自分なりにやるんですよ。もう、いろんな人の影響もういろんな人見てきて、いろんな人から学んできて、そこから自分自身をブリッと出せばいいんですよ。単純に。出せばやっていけるだろうし、それをね、やろうかなと思ってますね。だけど、 捕まんないでしょ私、昔から思って,てもう十数年前,とてて年,前と年前から思ってあの、メグウィン。ま、き十、八年前とか七年前から思ってる。メグウィン植木一施設って。昔から思ってる。で、今、答えがやった。あの人の動画見なくても感じる、メグウィンを感じるみたいな。なんかすごいよね。で、ゆるいよね。そして、ホームビデオもやって緩ゆるい。何、とにかくゆるいっていうで。しっかりした動画も撮るみたいな。 こともやるって。植木一人だよな。あの人使うんだけ。いるけど捕まんないみたいなゆるさってすごいよね。おるけどおないない。いるけどいるみたいなお。いないけどいるみたいな。なんかあの、捕まんない感じもやっぱ、かいい加減稼がなきゃなんない。あべたかい人なんぞやっていい加減アピールしなきゃ、やっぱ、定位置じゃなくてあべたかい人なんぞやっていうことをやっぱりアプローチしなきゃ、YouTube での稼ぎもはっきり欲しいし、認められたいし、 みんな100万人登録みんな目指そうよと思うし、それでもう本当絵描く絵売っていくんですよ。やんない。いつまでこのダラダラしてたら、全然そのね、あの、できない。恋愛もできない。イチャダブもできない。何もできない。楽しい。みんな楽しく生活もできない。生きていくこともできない。振り回されて終わるだけ。右とか左とか、あの、岸がに振り回されて終わるだけ。自分のね、特技もアピールできない。何もできないで終わっちゃう。から、 本当にもう、そういうことですね。勝負していこうと思って、うーですね。早く、そうだね。金銭を自分でこう稼ぐっていうことをね。やっぱ、したいですね。自分の仕事、自分の対価だもん、それは。普通でしょだから自分の仕事をすることは自分の対価なんですよ。それを得て実感を得るっていう社会を回していくってことは。やっぱそれは普通にできないと。した、やっぱやろうと思うし、それは嬉しいので、それはしたい。 十分に動画撮ってる。しっかりした動画撮ってるんだけど。もうちょっと YouTube 寄せするかって感じで、していかって感じがしますね。そこまで、お題だ,だからそこまで。だから、どうなんだと。もうそういう感じですね。まあそういう感じ起きて、やっていこうなと思いますよ。やっていこうなと思いますね。まあそんな感じです。そんな感じですね。うん。あと8分まで。8分まで。 20秒ですよ。8分まで、8分まで、ちょっと喋って。長かったけどね。でももうね、そういう感じですよね。あのー、そういう感じですね。ほんとそういう感じです。ううやんなきゃ、嫌でも、本当にやんなきゃなんない。どこまで自分が影響を出せるかはやんなきゃなんない。できるって。あなたもできる。俺もできる。あ、俺もできる。あなたもできる。俺もできる。あなたもできる。もきる俺もできる。俺が俺に呼んでまうのテンションの高く天テンション高くってことを 俺、俺にオンデマンド、テンション高くテンション高くってことー、ティーっていうね。ノイズ撮影でーす。ノイズ撮影でーす。ノイズジ影でーす。俺、俺にオンデマンド、テンション高くテンション高く気持ちぃーってことー、 なに、さつやです。あなたもできる。俺もできる。あなたもできる。俺もできる。あなたもできる。俺もできる。あなたもやれる。俺もできる。あなたもできる。あなたと俺はやる。あなた、あなたと俺ができる。あなたはできる。俺もやる。あなたはできる。俺もやる。あなたはできる。俺もやる。あなたはできる。あなたはできる。俺もやる。俺もね。あなたはあなたの生き方ができる。あなたあなたの、あなたの一歩で、確かさ、温かさ。俺は俺の一歩で確かさ、温かさ。俺とあなたは歩み寄れる。あなたはあなたでできるんだ。俺は俺でできるんだ。 そうやって生きていくんだ。そうだ、そうだ、生きていくことはそういうことなんだ。しっかりやるんだ。